まず2回の得点のシーンです。ツーアウトランナーなしからウェルズ、このまずツーベースで足がかり、それから若手スローンです。このベテランと若手ともにオーストラリア出身のプレイヤーがで1点をもぎ取ったというシーンでした。まあ、この時はこの1点がそこまで重いかなとは思いませんでしたが、4回の裏3連打でノーアウト満塁とします。マークさん、結果的にはここがちょっと一つ大きかったですね。そうですね、この後のところです。ノーアウトフルベース、スージャンの三振、まあ、それから9番のリーン・ウェイン、このマイク・エクストロムが、マークさん、あのピンチになるとなんかよりこう持ち味発揮するように見えましたね。やっぱり元々 の自分のポジションというか、セットアッパー的な、すごいいい集中力を見せましたね。はい、1対0のまま6回裏、味方もこういった好プレーを見せました。ベルチ、オピツ、セカンドショート連携、それからまあ、実際はちょっとこうショートがでもね、ピッチャーのエクストロームがね、うわこんな子供たちこんなことできるのみたいな笑顔でしたからね。はい、そしてツンナー三振でしっかりとゲームを作っていきます。7回の裏、ランナーが三塁まで行くチャンス、しかしここも変わったライマンがしっかりと後続を立ちました。投手リレーというのも、アキさん、なんか今日はうまくいきましたね。そうですね、まあ、最小限のピッチャーで、この初戦を取ることができましたからね。そして9回はトーラがマウンド、トーラがマウンドはそのまま上がってますが、冒頭で2失点目、まあこれがより何か重たい1点になってしまいました。トーラは9回途中まで投げました。119球2失点、攻められませんが、しかし、まあ、ギダイライノスとしてはあまりにも痛い、このわずか2試合でこの2戦2敗で、このアジアシリーズをもう去るということになってしまいました。まあ、今季の、下半期を考えると、アキさん、ちょっとギダイとしてはあまりになんか辛い1年だという感じですね。まあ、でも難しいと思いますよ、ダラス・ウィリアムスはメジャーリーグの球界でもヒッティングコーチをやったことがあるような方が急遽監督になって入ってきた短期決戦で、どういう野球をするかも分からないまま、あっという間に終わってしまったみたいな感じでしょうからね。さて、これで2日間このグループ B の方は終わりました。結果も東北楽天とこのオーストラリアのキャンベラ、この両チームが勝ち抜けを決定させました。準決勝進出で、いよいよ明日に関しては、1位2位、どちらが1位2位になるかというのをかけての一戦ということになりました。秋さん、キャンベラの方は誰が投げそうなんですかね。まあ、レギュラーシーズンだったらエースのイーサン・コールなんですけどね、まあ、イーサン・コールも残っている、グレニングも残っている、急遽招集しているマイク・モーガンもいるということで、ピッチャーはまると楽天もそうそう楽には勝てないかもしれませんよね。マークさんは昨日楽天ご覧になって、はい、3、4番いなかったりとか、松井風もいなかったりとかね、はい、いろいろありますけども、どんな風にこうご覧になってました、昨日は。まあ、やっぱりマギー、ジョーンズで、カズオもいないですから、まあ、ベストメンバーではないんですけど、まあ、若手がね、その代わりまあ、頑張るかなと思ったら、まあ、相手のミスで勝ったような試合でしたから、まあ、その辺は、まあ、期待するしかないですよね。それが爆発すれば大丈夫だと思います。まあ、打順をあえてこうレギュラーシーズンとは変えず、その休んだ選手のところに若手をね、はい、入れたというような、そんな構成だった楽天でしたが、明日はキャンベラとで、キャンベラからすると、秋さん、結構なんか今日は盛り上がるんじゃないですかね、これね。まあ、いけるぞっていう雰囲気になってると思いますよ。こういう試合もできるんだぞというね、はい、もちろんまずは準決勝進出を決めたということで、オーストラリアのこの、まあ、プロチームとしてはまた新たな歴史を刻んだという、まあ、今回は3チーム中2チームがこの準決勝まで、まあ、準決勝ができたことによって進みますが、
キャンベラ、楽天が早くもこの準決勝進出を決めたということになりました。議題はちょっと残念な結果になってしまいました。今日のゲーム解説は元メジャーリーガーのマックス・ウキさん、そして秋猪瀬さん、この2人でお伝えをしてまいりました。お二方どうも長い間ありがとうございました。ありがとうございました。実況は加藤行でお送りいたしました。